で、だから。もうね、もうこれ。でもこれ、本当に出てくんのかな、この雲で。それぐらい、なんか、分かりつくことは言えたんですよ。昨日よりも明るい。いや、やっと日差しで。その考えの鉄から来たのをここで今落としてるから、あれ多分ここなんか畑だね、芋畑かな。カビラベイ来ました。カビラベイ。台北とここで乗り場か青いからこうちょっと確かに南国リゾートみたいな感じ。すごい写真。ああ、まあまあ天気いいしな。ああ。え、どうやって乗んのこれ。砂浜から乗んのこれ。イケスみたいに下見えるようになって。ああ、合ってんだ。やっぱあのでっかい1号とか。あ、違うわ。多分私乗ったのは小さい方だよ。そんなグルクン1号みたいな、あんなの乗ったことない。グルクンもやっぱ沖縄方言なのかな。もう意味が分かんないもん。グルグルのグルかなと思うけど。ああ、だからロボット逆なんだろうね、当たり前だけど。木が生えてるところに落ち着くから埋めてもこれ大丈夫なんだな。埋めてっていうかもう本当は良くないんだよ。まあまあ踏んじゃってんじゃん、絶対ダメージなんだけど。よくさ、都会のあの今の発出所みたいなところに行くしかないじゃん。そうしか人いないよ。ちょっとこう置いといて聞いてみるか。
多分この辺に多分この辺だろうな。でもないな、一応五五郎の建設予定地を回ってます。今あの3カ所目来ましたけど、全然ないですね。もうどこに立つのかも全然わからない。多分まだまだ何もないんだろうな。この駐在所の人に聞いてみようと思ったけど空いてないし、隣の人はちょっと悪いし、とりあえずちょっともう、時間がないので帰ります。キャベツあえみたいなのが付いてるのかと思った。なんかソーセージみたいな。石垣島で五五郎っていうこの電動バイクがあって、はい、それでこう交換してバッテリーを交換するステーションがここの、はい、それであるんですか。じゃあこれから作るみたいで市役所で、はい、あの問い合わせしてきたんですよ。ああそうなんですか。そしたらそこに何かできるらしいんですか。ああそうですか。あそうそうそう、乗せ替える。